動きがないから、どん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 消費のする量が減っていくんですよ。で、経済が回らなくなる。じゃあどうするか。もう消費を、近隣にいても消費増やすような放送、増やすような政策やればいい。あるんですよ。ええ。どこまで怠慢プレイ続ける気ですか、菅さん。もういい加減目覚ましてください。はい、なぞこちゃん。まみこです。今日はですね、まあ、11月22日日曜日。まあ、3連休の中日ということなんですけどもね。まあ、皆さん、GoTo トラベル、あるいは Go、まあ、GoTo トラベルキャンペーン、GoTo イートキャンペーン、使って、まあ、いろいろね、その割安感を、まあ、享受してる人多いとは思うんですけどもね。まあ、そんな中、まあ、新型肺炎の第3波を襲ってきてます。ということで、昨日ですか、昨日、菅総理は、その、GoTo、GoTo キャンペーン、一部見直すということを発表しました。うん。でですね、まあ、ちょっとこれ、朝日新聞、から読んでいきますけれども、菅首相は21日、昨日ですね、肝煎り政策、GoTo キャンペーンの見直しを表明したと。うん、新型肺炎の拡大、感染拡大に危機感を募らせた専門家の提言に押され、判断したということです。でですね、これ、どういうふうな見直しするかっていうのは、この3連休終わってから24日以降に発表するという話です。まあ、早ければでも明日ぐらいには発表できる可能性ありますよね。まあ、そう難しい、何をどう制限するかっていう、その話はそう難しい話ではないと思うんで、まあ、すぐ、何を見直すかっていうのは、まあ、発表されるとは思います。でですね、まあ、いろんなことを言われてます。GoTo イート、経済を活性化させるためにこれやるべきだと。経済を、回して、それでやるべきだという人。いや、やっぱりそういう人の動きが、そういった動きが、やっぱり、感染の主要原因、第3波の主要原因になってるんだから、これを抑えようよというふうな、ことを言ってる。まあ、専門家でも意見割れてますからね。まあ、私は個人的な感想です。私は個人的な意見としては、両立は可能だと思います。感染を抑えて、なおかつ経済を回す。何も GoTo キャンペーンなんて頼らなくてもいいとは思ってます。私は基本的には GoTo イートは、ちょっと問題あるなというのはあるんですよね。ちょっとまず二つあります。一つは政府の思惑ですね。政府の政治家としての思惑ですね。まあ、利権絡みとかそういうふうなことがあるのかないのかちょっとわかんないですけどね。政治家としての思惑があるということ。これがちょっといやらしいですね。国民をないがしろにした政策なんじゃないかなというふうな感じがします。あともう一つはですね、よく、まあ、こういう記事を読んでると、どうやらこの GoTo、特に GoTo トラベル、高い設定、高い家賃、高い宿泊費の設定、3万円とか4万円とか設定のあるホテル最初から、3万円4万円の、1泊3万円4万円のホテル、いや、旅館。で、まあ、高ければ高いほど、その GoTo トラベルキャンペーンの、その恩恵を被ると。恩恵を受けると。逆に5000円以下のそういう安い、宿泊費のところっていうのは、それほど割安感が生まれない。同じ 35% 割引でも、金額的には、額面的には、それほど割安感がないんで、あまり、利益を受けることがないよというふうな、そういう記事を私、まあ何件か見ましたね。私もそれそう思います。まあ考えてみるとそうですよね。高ければ高いほど、例えば1万円割引になるとか、1万5000円割引になるとか、あ、じゃあちょっと行ってみようかな。そんなに普段行けるところじゃないし、一生に一度行けるかどうかわからないかもしれないし、行ってみようかなという、そういう気持ちが働きますよね。で、一方、5000円以下でやれば、で5000円以下の 35% なんで、およそどれぐらいですかね、3000何歩ですか。3000何歩。確かにそれでも魅力的なんですけども、いや、待てよ。予算が5000円なんだから、もうちょっと6000円、7000円のところに泊まって、それで5000円、その 35% 割引で5000円のとこ、5000円になる。そういったところを狙って、た方がいいのかな。まだお金にも余裕あるし。っていうことで、そういう宿泊費が安ければ安いほど、その GoTo、トラベルキャンペーンの恩恵を受けにくくなるんですよね。まあそれはもうちょっと、考えてみるとそうかなっていうのはありますけどもね。だから全部にね、じゃあ弱者に弱い政策ではなかろうかという話があります。うん。ということでね、GoTo トラベルキャンペーン、もろ手を挙げて大賛成はできないです。うん。ということでですね、じゃあどうすればいいのかっていうのは後ほど話しますけども、ですね、今日は、まあ、そういった GoTo な、そういった GoTo トラ、GoTo キャンペーンを、まあ、主軸とした経済活性化を狙ってる、まあ、菅内閣ですけども、
いやいや、そんなことしても、苦しいことには変わりないよと。倒産件数がすごくなってるよというふうな、こと。私、今、まあ今日もこれから言いますけども、今までも散々言ってきました。例えばラーメン屋。例えば寿司屋の動画、アップしてきました。で、今日はですね、居酒屋の倒産件数の件なんですけども、10月までの件数が、なんと、過去最高の倒産件数であった去年の件数を、もう10月いっぱいで上回ったという話です。まだ2ヶ月ありますよ。もう新記録ですよ。新記録達成ですよね。悪い意味での新記録達成です。で、これまあ、得意の、帝国データバンクから、言っていきたいと思うんですけどもね。まあ、ちょっと読んでいきます。依然として収束の見通しの立たない、新型コロナウイルスの感染拡大。例年であれば、これからのシーズンは忘年会や新年会など、宴会需要が増え、まさに書き入れ時を迎えるはずの居酒屋業界。そうですね。しかし、今年は様相が一変。多人数の飲み会の自粛が続いてきた中、ここに来て第3波が発生したことで、GoTo キャンペーンをきっかけに年末にかけて期待されていた客足回復ムードは一気に冷え込みと。まあ、見直すって、GoTo キャンペーン見直すってもう冒頭で言ったんで、まあ、これももう見込めないですね。これもまあ見込めない地域がありますね。見込めない地域ってのは大体大きい繁華街なんですよね。多分一部制限するって言ったら、大きな繁華街。で、しかもそういうところってのは、今でさえ、客足遠のいてる可能性がありますよね。で、倒産発生のペースが加速する可能性があると。でですね、この1月から、その今年の1月から10月までの居酒屋経営業者の倒産は164件発生し、過去最多となった2019年の161件を10月までに更新したと。書いてあります。細かい内容はあんまり、意味ありますけど、あんまり、まあ、ここで、まあ、取り上げるのもあれなんで、まあ、最後の、この記事の最後の方ちょっと読んでいきたいと思いますけどもね。ですね、まあ、居酒屋業態をはじめ、飲食業態っていうのは、まあ、従前から、人手不足問題、あるいは後継者問題、とにかく人が少ないんですよね。働く人間が。そりゃそうでしょう。重労働に、この新型肺炎、新型肺炎のその蔓延、によって、そりゃあんまり働く気ないですよね。あと、その消費者の節約志向の高まりなど、課題がありました。で、まあ、まあ、去年の10月に、まあ、消費税 10% アップ。それで今年の4月に改正健康増進法が全面的に施行されると。なんでね、まあ、消費税 10% はこういった法律、なので、飲食店を取り巻く環境は、悪くなったと。ここでは変化の時期を迎えたって言ってるけども、悪化したと言っていいでしょう、ね。悪化したと。まあそうした中、その新型肺炎、の拡大、感染拡大により、営業自粛要請や、営業時間短縮要請、まあ時短ですね。その後も客足が回復しないなど、飲食店に深刻なダメージを与えているということですね。まあ後継者不足、そして消費税 10%、そしてこの、改正健康増進法、そして、この新型肺炎ショック。もう40区、50区ですよね。さらにこの新型肺炎のその、まあ、予防というか防止するために、例えば店のその椅子を減らすだとか、実質的に座れるところをまあ減らすだとか、あとよくコンビニとかスーパーである、ああいうふうな、透明の、ガラスシート、まあ、ビニールシート、ガラスシートみたいなのやって、まあ、そういったものを設置するだけでも、コストかかりますからね、費用かかりますからね、いや、厳しいですよ。そりゃ、倒産増えますよ。で、まあ、そういうことで、まあ、政府は、まあ、いろいろ、まあ、持続化給付金、あるいは無利子無担保融資、まあ、融資ですからね、持続化給付金だって、やらないよりやった方がマシでしょうけども、やっぱりそんなことよりも私よく言うように、荒い 100% ですよ。荒い 100% 保証ですよ。それをやってれば、絶対に、こんな164件も倒産しなかったと、私は確信してます。で、またさらに10月より GoTo Eat キャンペーンを開始して、客足も戻りつつある中であったが、GoTo Eat キャンペーンは、もうそろそろ終わるみたいなこと言ってましたよね。で、まあ、また GoTo、トラベルも、まあ、制限加えるということで。で、まあ、近似、飲食店でクラスターが発生する。発生するなど、いわゆる第3波の、発生で、再度新規感染者数が増加する事態。そして、まあ、GoTo トラベルキャンペーン、
一時停止っていうのは見直すってことは、あまりもう出歩くなと。自粛要請の一歩手前っていうふうな意味合いですよね。ということで、政府は、飲食店でのガイドラインを見直し、強化の考えを示しており、さらなる、感染拡大を防ぐための取り組みが導入されるだろうということなんですけども、今言ったように、まず GoTo キャンペーン、まあ、一部見直すと。まあ、そういった、感染拡大が広がっているところにはそれ適用しないとか、そういうふうなことでしょうね。まず移動しなくても、ちょこちょこ、まあ、人間なんで買い物行くわけですよ。例えば、近所のスーパーに行って、近所のスーパーに行って肉買ったりとか、あるいはまあ、アマゾンや楽天からなんか取り寄せるときってのはあるでしょう。といったことで、動きは少ないけども、消費はするんですよね。少しですけども。で、動きがないから、どんどん消費のする量が減っていくんですよ。で、経済が回らなくなる。じゃあどうするか。もう消費を、近隣にいても消費増やすような放送を、増やすような政策やればいい。あるんですよ。消費税廃止です。もうね、私、口酸っぱくほぼほぼ毎日消費税廃止言ってますけどね。それだけ重要です。消費税廃止。もう 100% あらり保証と同等。あるいは、本来ならこっちの方がやりやすいかもしれない。廃止すればいいだけの話ですから。やりやすさという観点からすれば、やりやすさ、そしてそのスピードといえば、スピードからすれば、あるいは、なんていうんですかね、100% 粗利保証でも、まあ、この持続化給付金の件もありましたけども、不正にそれを得ようとしている人間がいますけどもね。でも消費税 0% で、まあ、不正に、なんかを盗むっていうのもまずないでしょ。ないでしょ。だから一番クリーン、一番安全、一番迅速な政策、一番、まあ、一番いい、経済刺激策っていうのは、やっぱり消費税廃止なんですよね。これ以上でもいいかでもないです。それをやれば、もう一気に GoTo キャンペーンなんて、まあ、ぶっちゃけする必要はないですね。ぶっちゃけする必要はない。だから消費税廃止。プラス、まあ、100% 粗利保証。今日はこの倒産件数の、まあ、話題しましたけども、その倒産の件数を食い止めるんであれば、もうこれ以上日本国民苦しませないんだっていう気構えがあればね、100% 粗利保証すべきです。当然、第3条補正予算は、前も言いましたけども、30兆から45兆ぐらいにはなります。今のことをやれば。プラス、定額給付金ですけどね、定額給付金も、やるとなると、まあ、定額給付金やるだけでも、消費に回らない部分あるでしょう。例えば、家賃の支払いとか、それでも、命を救うことができます。なんでね、定額給付金、一律15万、消費の全部のために使うというよりも、もうここまで来たらギリギリなんですよ。命を救うために使うんですよ。命を救うためにやる政策なんですよ、これ。本当の刺激策というのは、まあ、消費税 0% です。まあ、プラス、まあ、100% 粗利保証。これ、一気にもう3つやる。そうすれば、日本国民、助かります。で、そういうふうにして、まあ、これだと別に GoTo トラベルとか適用とかうんぬんとかそんなないんで、旅行に、まあ、行かなくても消費が増えます、これだと。今言ったことだと。消費税をまあ廃止して財政主導して。んで、まあ、お店の方にも、お店の店舗の方にも、そして我々消費者、日本国民の方にもお金が入ってくる。そうすることによって消費増えますから。消費期限付き、経済を回すんであればこれがベストです。経済を回すプラス、感染を抑えるっていうのは、これがベストです。動かないように、菅さん、まあ、要請してるのと一緒です。どうったら消費税廃止せざるを得ないですよ。でですね、先ほどの話に戻りますけども、ちょっと最後に一つだけ言いたいんですけどね、こんなこと言ってるんですよね。分科会からの強い目、これ朝日新聞ですけども、まあ、いろいろそういうふうな専門家が、まあ、GoTo トラベルで人の動きがある。そうなると、まあ、感染するからやめろと言ってるんですけどね、まあ、そういった分科会からの強いメッセージを受け、政府は20日夜から急遽対応に動いたと。政府、官邸幹部は、あれだけ専門家から言われたら無視できないと話すと言ってるんですよ。専門家に言われて無視できない。だから GoTo トラベルやめた。いろんな経済評論家が消費税ゼロとか、消費税廃止だとか、消費税減税せよとか、言ってでも動かないんですよ。ここら辺の矛盾どう考えるんですか？本当に国民の生活を守るんであれば、GoTo トラベル、云々なんかよりも、消費税廃止、することが、
一番大事だと私は思いますけどね。やはりまだここにもタイマンプレーが出てる。本気で、そして全力で、日本経済を守ろうとはしてない。どこまでタイマンプレー続ける気ですか、菅さん。もういい加減目覚ましてください。この状況が続くようだったら、もう早くね、アンケートの調査取ってもらいたいんですよね。世論調査。支持率。早くね、20% 以下になりませんかね、これ。早い段階にもう数十パーセント下がりますよ、これ。国民のためになってないから。ということで、我々日本国民も声を出して、言っていきたいと思います。早くね、この、まあ、菅内閣の支持率、まあ、早く、30% 切って、20% 切って、10% 切るぐらいのね、まあ、世論調査の結果、本来出るはずなんですけどね、ここまで消費税廃止しないで、ここまで日本経済、まあ、日本経済とか日本国民は我慢させてるなんて。ありえない総理大臣ですよ、これは。もういい加減本当に、タイマンプレイやめてもらいたいと思います。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニアナ。